無事攻撃。あの二人が力を合わせようというのか。共に月の鋭さが増している。いいぞ、ジレンを押してる。ああ、二人の攻撃ならばいける。ジレンのリズムは崩れているな。悟空さんとベジータさんでは息の合ったコンビネーションにはなりませんが、それがかえってジレンを混乱させているんですよ。それだ、その手で奴を倒せる。ジレンへの反撃が始まった。正面から挑む悟空、すべての力をまとったベジータ。限界を超えた二人の力がジレンを追い詰めていく。果たして悟空とベジータはジレンを倒すことができるのだろうか。力の大会終了まで残り時間あと7分。